830チャンネル、はい、じゃあ、よろしくどうぞハザちゃん TV 週に1回、ヒカキン TV なんですよ、それ週に1回更新してる、まあそうですけど、はい、はい、ということでございまして、はい、今日はですね、ちょっとね、あの僕結構いろいろあのいろんなコーヒーショップを回ってるんですけれども、はい、なんかジャンル分け、はい、してですね、はい、あのカフェラテが美味しかったお店をちょっとご紹介していきたいなと。なるほど、はい、やっぱそのお店によってカフェラテが美味しいとか なんかいろんなのがあるってことですね。あるのよ、そうあるのよ、あの要はあの部門部門であるのよ、へえ、何々部門1位みたいな、はい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 、 Dear Chew for Men、なんすか今のなんすか、いや DHC やん、 DHC のなんか何々部門第10位なんとかなんとか第10位みたいなのあったやん、あります、ね、DHC for man、 それ今思い出したから言いたかったお前は、はい、そうで、なので今回は私が言ったもう僕の独断と偏見でご紹介していきたいと思います、はい、今回はですねカフェラテが美味しかった東京都内のコーヒーショップ、3店、あ、いいですね、これを紹介していきたいと思います、はい、はい、まずはですね、はい、表参道にございます CBC さんでございます。CBC さんというコーヒーショップなんですけれども、はい、こちらですね、まあ、お店結構ねこうサボテンとか、そういう植え込みがあって、え、それ植物も置いてるんですか。うん、ちょっとした庭みたいなのがあって、そこに柱サボテンがあったりとか龍舌山があったりとか、あ、じゃあもう狭間さん最高じゃないですか。そうそう、僕的には結構好み で、はいはい、で割と置いてあるそのオーディオ機器とかもあのバング&オルフセンっていうすごい音のいい、はい、あのスピーカーがあるんだけど、へえ、そうそう、830でも使ってんねんけど、あああれですか、そうそうそう、あれのもっとでかいバージョン、へえ、音がすごくいいのよ、はいはいはい、でそのコーヒーに合う音楽っていうのも実はなんすかそれ、あんねん、コーヒーを飲みながら聴くとすごいこのチルアウトできる音楽とかあんねんけど、だからそこら辺のなんかあの CBC さんはその音楽のセンスがすごくいいというか、はいはいはい、そうそう、で、まあ、ここのお店いろいろドリップコーヒーもあるし、そこのお店のオリジナルのブレンドコーヒーもあるんやけども、はい、そこのお店のオリジナルブレンドコーヒーのカフェラテがめちゃくちゃうまいんです。そう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 、そこはもうブラックとかじゃないんですか。あのブラックももちろん飲んでんけど、はい、なんかね、なんでしょう、このカフェラテのこのクリーミー感というか、はいはいはい、多分あのオリジナルのコーヒーとすごい相性がいいんやろね、あ、うん、ミルクが、はいはいはい、で、あの使ってるミルクは高梨牛乳というね、この結構いろんなお店でもよく見る牛乳、あ、そうなんですか、うん、あのめちゃくちゃうまいオムライス屋さんがあるのよ銀座に、はい、ここのオムライスにすら使ってる牛乳高梨牛乳なんですけども、めちゃくちゃ有名な牛乳なんですか。有名やねんな、うん、なんかうまいなここのカフェラテって思ったら大体高梨牛乳なんよね。へえ、だからぜひね、あの高梨牛乳を飲んでみて、あー、これちょっと高梨牛乳の説明な、これカフェラテの話、カフェラテの話、はい、そう、はい、とにかくクリーミーで美味しくて、あの最高でしたね。あとやっぱ空間もいいから、あ、うん、でね、ちょっとね、外の、まあ、テラスみたいな席があって、はい、そのテラスでちょっと毛布をかぶりながら飲むカフェラテもまだ美味しいです。あ、なるほど、いうことでございます、はい、はい、ということで、はい、じゃあ続いて、はい、いきましょう。続いてはですね、渋谷にございます、ウッドベリーコーヒーロースターズさんでございます。ウッドベリーさん、ここはですね、朝入りの、はい、豆をカフェラテでっていう、お、割とね、あの浅煎りのカフェラテ僕あんまり飲んだことなかったんだけど、はい、なんかその果実味とかそういうなんかこうフローラルな感じを残しつつミルクでっていう、なんかあれがねすごく美味しかったんですよね。へえ、でここウッドベリーさんね、あのチーズケーキとか、はい、あとパンケーキ、はい、もう有名なんですよ。あ、でこれとカフェラテの相性がまたむちゃくちゃいい。それ結構甘い甘いとかになったりしないんですか。いや、それがね、はい、また絶妙な掛け合いというか、そこもちゃんと計算されてるんですかね。あんま甘みたいなんじゃないねんな、もう口の中でほんまに、あ、
蜂蜜の香り、いやいや果実の香り、いやいやブルーベリーの味、いやいやみたいな感じで、こういろんなこう複雑な味が、はい、結構もうこうハーモニーをね、織りなしとるわけですよ。だからここはね、ちょっとね、浅入りのカフェラテすごくおすすめですね。なるほど、浅入りのカフェラテ、うん、はい、はいはいはい。で、もちろんパンケーキとかチーズケーキとかほうじ茶のチーズケーキなんですけどね。美味しそう。これがまたね、いいんですよ。いつ行ってもね、やっぱりね、満席、お客さん多い人気店なんですね。はい、うん、なのでね、ちょっとね、ぜひここも行ってみてはいかがでしょうかと、はい、思います。はい、はい、続いてはですね、原宿にございますストリーマーコーヒーでございます。うん、はい、このストリーマーコーヒーさんのですね、カフェラテ、これもまたうまいんですよ。お店自体もかっこよくてね、結構そのアイアンでこう結構作られてて、アイアン、黒塗りのね、アイアンでね、なんかこう結構男の武骨な感じの、コーヒーショップで、かっこいい感じなんですか？かっこいい感じでね、はいはい、だから男が一人でちょっとバイク運転しながらキキって止めて、はい、ストリーマーコーヒーでコーヒー飲むみたいな、ちょっとイケてるメンズ感がある。じゃあやっぱりお客さんの層も男性多いんですか？意外に女性もやっぱいるんですよ。そうなんですね。でもなんか男の人一人でコーヒーショップに入るのがちょっと似合う感じの。なるほど。だからね、ここのカフェラテがね、またね、美味しかったですね。やっぱりミルクやろね。やっぱ決め手は、カフェラテの決め手はミルク。ミルクはやっぱうまいなと思いますね。まあ、もちろんその、まあ、どの豆でやってるのかっていうのも、まあ、絶対意味あるんですけど、はいはいはい、ミルクはやっぱり最低条件、はい、かな、うまい。だからこの3軒が、ちょっと僕が、まあ、今のところ行ってる中でカフェラテが美味しかったお店の3つですね。はい、で、まあ、まあ番外編としましてはですね、はい、中野にあるバターというね、はい、お店のカフェラテも美味しかったんでね、ちょっとほんまいろんなところにいろんなコーヒー、がありますんでね、はい、ぜひちょっと、試してみてください。まあまあ今後またどんどんね、はい、ご紹介できる、まあ、部門の、はい、コーヒーショップをご紹介していきますんで、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、はい、ということで本日は以上でございます。さようなら。